はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は本日からピックアップが来る山の大きなのピックアップについて引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。山の大きなに関しては6月の21日から1週間のピックアップとなっております。で、それを踏まえた上で山の大きな引くべきなのかというお話なんですが、個人的に引いてもいいかなと思います。で、理由としてなんですけど、アサシンの単体で最強格のキャラクターとなってるんで、まあ引いても良いよねって感じ。プラス即死集会とかでも山の大きな採用されたりするので、そのこと考慮したら、いや、アサシンで引いていいキャラクターの一人かなと思うので、まあ引いちゃってもいいんじゃないかなという感じです。ただこの後のピックアップ、まあ新規イベントとかね、周年とかのこと考えると無理する必要はないよっていう感じなんで、まあ、そこに関しては自分の手持ちと相談してもらえたらいいかなと思います。では早速やっていくんですが、山の大きな性能解説していきましょう。まず第一スキル、自身にガッツ状態を1回の5ターン付与し、死の淵状態、ガッツ状態の間はバスター性能をアップする状態を5ターン付与。ガッツ発動時に自身の死の淵状態を解除し、 NP を、30だったかな、 30% あ 20% 増やす、すいません 20% 増やし、バスター性能をダイアップ1ターン1回の5ターン。第2スキル、自身の弱体耐性を3ターンアップし、 HP を大回復、防御力を1ターンアップ、攻撃力を3ターンアップ。第3スキル、敵全体の即死耐性を3ターンダウンし、自身のバスター性能を3ターンアップ、NP を 30% 増やすというスキル構成になっております。で、この子に関してもう耐久のプロフェッショナルって感じ。もう第一スキルでガッツして、ガッツ発動したら火力が上がって NP も増えて、第二スキルで耐久しながら第三スキルでぶん殴るという感じです。で、上から解説していくんですが、まずガッツ状態付与、このガッツに関してまあシンプルにね、倍率がそうですね、5000ガッツしてくれるということで、だいたい半分体力回復してくれ、あ、3分の1体力回復してくれます。普通に優秀。からの死の淵状態でガッツ状態の間の自身のバスター性能を5ターンアップします。ということはまあシンプルにバスター性能が上がってるよっていう感じで、ガッツが発動したタイミングで死の淵状態のバスター性能アップは消えてしまうんですが、NP20% チャージとバスター性能ダイアップ1ターンが付与されるということで、ガッツが発動しようがしまいが結局バスターの火力を上げてくれるよという感じです。で、第2スキルに関して、弱体耐性アップ、デバフとか効きにくくなるよ、 HP 大回復、ここ2500回復してくれるんで、ガッツと合わせてあげると7500回復してくれます。まあシンプルに HP 半分以上回復してくれるんで優秀って感じかな。で、防御力を一旦アップ、耐久少しできて攻撃力アップ持ってるんで火力出しやすいよという感じです。で、第3スキル、敵全体の即死耐性ダウンということで、まあこの子即死宝具となっているんですが、まあその際にまあ即死がお気持ちしやすくなるよという感じです。で、自身のバスター性能上げるんで火力上げつつ NP30% チャージしてくれるんで、 NP30% アペンド 20% NP50% 霊装で宝具打ちが即打つ可能という感じです。そして山の大きなに関してなんですが、やっぱり全体的にスキル構成強いね。耐久できて HP 回復とか火力アップ持ってて NP チャージがあって宝具回転率もあるということで、まあ普通に周回でも使えるし、高難易度ストーリー攻略しんがり運用とかでまあがっつりと使ってあげればいいんじゃないかなと思います。で、この子に関して一応ね、通常攻撃時にごく低確率で即死効果付与っていうのがあるんですが、まあ基本刺さんないですって思っとけば OK。たまにね、なんか雑魚敵が即死かかって、あ、死んだっていうことがあるんだけど、本当にごく低確率なんで、まあ基本気にしないでいいかなと思います。そして、宝具。宝具に関しては、敵単体に超強力な攻撃、高確率で即死効果というシンプルな宝具となっているんですが、まあ、即死の倍率ですね。これに関しては 100% の倍率持ってきてくれるんで、第3スキルと合わせてあげると、特殊耐性300ぐらいダウンします。で、普通に強いっていうのと、まあ、敵単体に超強力な攻撃のバスター宝具、プラスバスターが3枚あるっていう、まあ、バスターゴリラ、アサシンなのにバスターゴリラとなっているんで、まあ、火力が出しやすいっていうのはいい点かなと思います。
実際バスターチェーンとかでめちゃくちゃ火力出るし、マイティチェーンとかしても宝具回転率めちゃくちゃ上がったりとかするんで、まあ、この子に関して地味にバスター3枚でバスター宝具アサシンらしからぬという感じなんですが、そのらしからぬ状態でアサシンの単体トップを張り続けているキャラクターとなってるんで、うん、まあ、普通に強いなと思います。ということで早速山の大きな運用していこうかなと思います。やっていきましょう。で、山の大きなに関してなんですが、まあめちゃくちゃ火力というか周回で使うかって言われるとあんまり使わないです。なんでかっていうとめちゃくちゃシンプルで、まあ、この子自体周回で最強なキャラクターではなく、ストーリー攻略とかあと刺さるポイントでめちゃくちゃ刺さるキャラクターとなっているんで、まあ、周回はほどほどと思ってもらえればいいかなと思います。で、まず第3スキルなんですが、スキルマックスにすると NP30% チャージされます。で、アペンドを開けておくとね、光小屋と合わせて即宝具打ち可能とかできたりするんですが、まあ、今回はちょっとねそれができないということで、まあ、ちょっとだけお茶濁しします。まあ大きなね、一応ね、うん、まあなんとかなる、 19% まで溜まればなんとかなるので1回ぐらい攻撃してほしいなって思うんですが、うん、されない、まあそういうこともあるというので、まあ打っていくんだけど、まあ第3スキル使用することによってバスター性能と NP チャージが入ります。で、即死耐性がダウンされるんで、まあこれキーエネミーのところに来てるんですが、同エネミーとかだった場合ほぼ確で即死入ったりするんで、まあ、そこはやっぱり強いかなと思います。で、攻撃力アップ入れてあげて、バスター性能アップですね、まあ、死の淵状態っていうのが実質バスター性能アップとなっているんで、そこ組み合わせながらぶん殴っていきましょう。で、 FGO の七不思議 49% から NP50% するとなぜか知らないが宝具がたまる、うん、 1% どこ行ったんだろうねって感じです。で、ここに関してまあ普通にバスターでぶん殴っていきましょう。あれ、俺光小屋のバスター撃ったっけ、1個だけ撃ってなかった気がするんだけど、まあいいか、次のターンどうにかなるということで、はい、火力としてまあもちろんちょっとね宝具レベル5にしてるっていうのがあるんですが、60万ぐらい火力出てくれます。いや、いい火力だねーって感じ。光小屋のバフと自バフだけでこれぐらい出てるんで、ここにもしかしてオベロンとか合わせてあげるとどうなるのって思うかもしれないんですが、こんな感じになります。というのでオーダーチェンジしてぶん殴っていくんですが、この子ね、まず大前提なんだけど、さっきの宝具演出見てもらったら分かると思うんですが、相手が消えるエフェクトみたいなのなかったと思います。ということでこの子ね、レイド戦とかで宝具で敵を倒した際に演出をカットすることができるっていう地味に優秀なキャラクターとなってます。これによってね、バルバトスっていう、まあイニシエにねレイド戦があって、あの叫び声がすごい長かったんですよ。倒した後にうおーポンみたいな感じで消えていくことがあったんだけど、山の大きな宝具5にしている人は普通にうるせえ、そんなんカットするっていうので3秒かぐらい時短ができたっていうね、なんかレイド戦の裏技みたいなのもあったりするんで、まあ、そこに関してはまあ今後刺さる場面があるかもしれないと思ってもらえればいいかなと思います。で、そのままマイティチェインしていきましょう。で、宝具打ってって感じなんですが、まあシンプルにね火力が本当に出る、まあ俺の山の大きな宝具5にしてるからっていうのもあるのはあるんだけど、まあ180万の火力が出てくれます。めっちゃやばい。プラスマイティチェインとかのオーバーキル合わせてあげるとこんな感じで 100% 余裕で溜まります。で、オーバーキルしなかったら 100% 溜まらないと思うんだけど、まあでもね普通に優秀だねっていう感じなんで、バスターの火力も出しやすいと思ってもらえればいいかなと思います。というので山の大きなちょっと軽く使ってきたんですが、こんな感じとなっております。まあやっぱ山の大きなシンプルに強い。で、さっき180万ぐらいの火力出たんですが、宝具5で 180% なんで、40% 減すると宝具1でも多分100万近くは出てくれるんじゃないかなと思うので、まあ山の大きなシンプルにちゃんとバフってあげれば火力が出しやすいキャラクターと思ってもらえればいいかなと思います。そして今回ね、スキル強化とかがないという前提でまあこの動画撮ってるんですが、ワンチャン宝具強化とかが入るならばまあぶっ壊れます。
で、その動画が、というかその強化が入り次第、白銀のハトはまた動画を撮り直さないといけないという感じになっているので、もしね、この動画そのまま上がっているならば、強化がなかったということで、まあ仕方がないよねっていうので割り切りましょう。ただまあ山の大きな正直ね、いい強化めちゃくちゃもらいまくってるんで、多分ね、強化入んないと思うんだけど、運営くんね、意味わからない強化ばっかするので、そこに強化あるんかいっていうツッコミもね、いっぱいあったりするんで、まあそこをもし来た場合はね、やったーと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。Thank you.